外国の写真なんか見るとやっぱり空間の使い方がすごい上手だなっていうか、その、ポイントを、まあ、もちろん全体に持ってるんですけれど、空間の何割をしたらこのテーマが入るとかって、そういう感じがやっぱ見てて、そういう感じがしますよね。配色とか構図とかを考えられて撮ってるんですけど、これですか、まあ、誰が撮っても撮れそうだけど、なかなかそうはいかないんじゃないかなと思いますね。友人、知人、いろんな人にアピールして、そして、これからのどんな風に生きていくのかっていう、なんかそんなことを、みんな思わせるプロローグだという、まあ、どんな風に私は思います。今回は主にどんなような作品を展示したんですか？一応ね、まあ、会社の方を5年前に辞めて、でフリーになって、でそういう中である程度こう外国とかなんかいろいろ声かけてもらったこともあるんで、それでイタリアとかフランスとかベトナムとか、出かけることがあったんでね、そこら辺の時に撮った作品を、まあ、ある程度中心にして、でそれ以外に今一つのライフワークとして、あの顔の顔という、ものを富士川を、ね、対象にして撮ってるんで、まあ、そこらの2つをメインに、してそれ以外にあの国内の旅の旅行とかもの旅のものとか、あと前に昔撮ったねモノクロ写真、でそういうものと、あとあの、まあ、報道というかドキュメンタリーのものとして、ヒッピーの人々を追った作品、まあ、だからそこら辺をメインに。生命感みたいなものを自分自身としては感じてたんですね。なんか生きてはいないけど、なんか心が気持ちがあったって、でそういうもんで同じように命というような感じ でこれはっていうのも自分の写真の原点かな。でも人間としての命はあるんだけど、物なんだけど物にもある程度命がある、でそういうことが自分の中でこの原点として2つ大きく、人間に対してこれは物ということで自分の中にはあるということですね。副作用のフィルムがあったんですよね。あのですから、あの新聞とかなんかを撮るという副写用のミニコピーというのが、それはあの白と黒が新聞なので白と黒が写ればいいから、ハーフトーンがないんですよね。だからグレーのところで白か黒か、でそういうようなところので写真をこうあの実際撮ってみると、要するにこういうようなイメージで撮れる。これは面白いなっていうことで何点か撮って、でこの後これはあの CH ペーパーっていう全く特殊な印画紙じゃない紙で焼くと、すごいこう雰囲気が出て、あの合ってなくて手前の方に、だから、基本的には私の場合にはへそ曲がりなもんで、人が撮らないようなものにする撮るっていうのは基本にしてるんで、あのこれも手前の方に合わせて後ろはぼかしたっていう、そういう撮り方で、これなんかもこの建物、要するに昔からの遺跡みたいなんだけど、そこにちょっとこういうね手前に手前が望遠レンズで手前がもげてるように人が入れて一つ作る、だそういうような撮り方ですね。これはたまたまで、これすごいこの人の視線が何か、何をこの人っていうのはところがすごくよく見ると好きなんですけど、タバコをこう加えながらこの雰囲気みたいな、これローマ大学の校内ですけど、これなんかもあのこういうとこからこう帰ってくると思う、野良から帰ってくる、なんか昔の日本の風景にもあったかもしれないけど、こうみんな一列になって帰ってくると面白さみたいな。
の、だから記録的な写真で、向こうのとはちょっと毛色が違います。まあ、とりあえず、まだ決まってない。それも当てないことあるんですけど、当てた方がちょっとこうしで、これタイトルがこっちのなんですけど、こうにじるよる溶岩って、こうなんか自分の中でなんかこれが自分の方に動いてくるような感じがしたんで、それをタイトルにして、そういう形でここの宝永火口のイメージを自分なりにこう表現した。でこれはまあドームネット、ドームネット写真であまりこういうの見たことない、自分としてもなかった。これは1日目はね、これ向こうが光ってますね。1日目は逆の方から撮ったんですよ。何の変哲もない、ただどんぐりが固まってるだけの写真になっちゃって、どうも悔やでもそれだと60点ぐらい悔しいなと思って、次の日もう一回これ撮りに行ったんで、その時たまたまこう、こっち側から降りる道を間違えて反対側からこうに降りてきたもんで、ちょっと逆光のところで50点あ、これの方がいいやと思って、でこれもあの私のあれなんですけど、ピントがあってるのは本当ここの1ミリかどうか、ここだけなの、あと全部ボケてて、誰か見たら全部ボケてるじゃん。これは奈良へ泊まった時で、大僕東大寺がすごい好きだもん、大仏殿が好きだもんで、そこによって、うん、中学校の修学旅行以来、行ってみてどんな感じかなと。結構ここら辺はアップで、ここで一番面白かったこの猫が一番私的には面白かった。彼らの特徴は、稼ぎをしながらヨットを作ってた。で、ここは国有地なんでね、海岸が。そこに自分らで掘った手前を建てて、で、話があると、ここ西部高等ってあったんで、ここは学生運動のあれで、学生が自主管理したもんで、勝手にこういうところにテントを張って、掘った手前を建てて僕らは泊まれたんですけどね。と同じように当時の結構若者って勝手なことをやって、こういうところに掘った手前を建って、ちゃんと子供までいるという、こういう一部の生活もあったんですね。夢見る宿狩り族というヒッピーの一つのグループが。で、彼らの夢は、この船を作るということで、みんな一致団結して、金を稼いで作ってたモーターで。
30年後にこのところに取材に行った。行った時にこの船っていうのはどうなったんですかって残ってる人に聞いたら、いや実は浸水はちゃんとしたんだけど、宮崎港に止めて停泊してる時に台風が来てこうなっちゃったよと、沈んじゃってるよ、多分もうないかもしれないよって言われて取りに、たまたま残ってて、で建物とかこんなものは残ってたんだけど、さて次に宮崎に行ったらもう当然こんな掘ったとかなんかなくて、残ってたのはこうトイレ便器だけというね、陶器は残るんだけど、こういったなと。もう一つの彼らの夢だった船はこういう形になってた。作家あの絵の方のゴッホが好きなんで、うんうん、ゴッホの足跡を追うとかね、そういうような感じ、例えばゴーギャンの足跡を追うとか、それをこう写真で追いかけるみたいな、ね、その痕跡をどっかで探すとか、まあ、外国に関してはちょっとそんな、夢が一つありますね、自分がなんかこう表現したいって誰でも持ってると思う。それは歌であったりとかね、あの絵であったりとか、で、まあ、あると思うんだけど、私の場合にはこう写真っていうのがやっぱりこう表現するための一つの手段みたいな。でこう写真っていうのを撮ってると下界とこう関わりができる、でそれをカメラを持ってるが家に写真を撮りたいからどっかで出かけていくって、そういう行動範囲が広がるとまた新たな刺激が出てくるって、そういうようなこう一つの流れみたいなもの、でそういうものが自分自身の人生の一つの大きなあのポイントになってた。だから写真とともに歩いていけるっていう。